横須賀駅は神奈川県横須賀市東泉町一丁目にある東日本旅客鉄道横須賀線の駅である。駅番号は常例3。当駅は横須賀陳述をはじめとした海軍関係施設へのアクセスや物資輸送を行うため開業された経緯がある。第二次世界大戦後もしばらくの間アメリカ海軍横須賀基地への物資輸送の拠点として機能した。その後、 車運車用の施設が開設され1980年頃まで利用されていた。現在はモータリゼーションの発展などにより貨物輸送は行われなくなったため、貨物駅としての設備は撤去されている。貨物駅部分の大半はウェルシティ横須賀として、横須賀市公共施設や超高層住宅、天空の町等が建てられたが、当時の名残で道側と海側に数本の側線が、 現在も残されている。常時使用されていないが、3番線のすぐ隣の側線は、東京方面から来た臨時列車や事業用のモーターカーを留置するために、しばしば使用されている。2004年10月16日のダイヤ改正までは、東駅始発の湘南新宿ラインが設定されていた。2014年3月15日から、横浜駅、大船駅発着の 成田エクスプレスの一部列車が横須賀駅まで臨時列車として繁忙期の土日祝日にのみ延長運転を行っていたが2017年1月より乗り入れを休止している JR 東日本ステーションサービスが駅管理を受託している図紙駅管理の業務委託駅2面3線のプラットフォームを有する地上駅である海側のホームに1番線 山側のホーム両側に2.3番線が伸びる。ただし、現在1番線は使われておらず、実質的に一面2線の配置となっている。緑の窓口設置。駅舎はホームの最も栗浜より付近にあり、改札口は1箇所のみ設置されている。トイレはホーム入り口に駅構内の改札外でニューデイズが1店舗営業している。また、改札外には、 横須賀海軍カレーの公式キャラクターのスカレーの人形も置かれている。伏線区間の末端にあり、当駅より下り方は単線である。木の笠駅、栗浜駅に直通できる線路は3番線と、ホームのない4番線であり、停車列車の列車交換はできない。同方面へは、実質単線の防線駅となっている。2番線は、行き止まりの東端式ホームで、 上り方のみと線路がつながっているためあたり駅始発、終着列車が使用している。またこのような形状のため小典橋を設ける必要がなく、駅構内に階段がないことが特徴となっている。かつては設置されている駅スタンプにも階段のない駅と表記されていた。2番線の車止めの後ろには、かもめと怒りをあしらったシンボルマークが形出されている。かつては、 海側から米海軍横須賀基地方面へ引っ込め線が伸びていた。2019年度の1日平均乗車人員は4845人である。これは横須賀線の寿司栗浜間では田浦駅、東寿司駅に続いて少ない。近年の推移は下記の通り、東京湾に近接しており、ホームからも横須賀港やアメリカ海軍横須賀基地を望むことができる。 しかしもともとは軍港への連絡を目的とした駅であり、周辺には平地が少なく、開業時は横須賀海兵団が使用していた土地を駅用地に転用した。横須賀市の中心市街地の外れに位置しているため、市内中心部に位置する京急本線の横須賀中央駅や潮入駅の方が利用者が圧倒的に多い。近隣には 近年の貨物用地再開発によりマンションなどが建設されているが商店などはあまりない。駅北側はベルニー公園として潮入駅方面まで整備され多くの利用者がある。横須賀駅、バスターミナル駅前、バスターミナルと国道16号上に設置されている横須賀駅が最寄りバス停である。全路線京浜急行バスによる運行。 バスターミナルは2009年に改修工事が行われ、それまで不労者が住み着くなど問題になっていた連絡地下通路を廃止した。国道上の乗り場は横須賀駅と表記される。横須賀駅、横須賀駅東日本旅客鉄道横須賀線、田浦駅横須賀駅木笠駅、JR 東日本の2000年度以降の乗車人員神奈川県県西洋欄。ありがとうございます。